今日来てる場所はですね、マビのね岡田というエリアに、来ております。先週ねそのテレビのアンビリーバボで岡田厚生館事件というのがね、ピックアップされて再現されたんですよね。奇跡体験アンビリバボーで岡山のマビで起きた岡田厚生館事件が取り上げられたのだった。そこで初めて、この事件に対して知る方も、多くおられたと思うんですけど、で今回もねテレビを見られて、YouTube でね検索して、どんなものなのかということで見られた方も多いともおられます。で今回ね実際改めてもう一回、行ってみようかなということで、今回は、なるべくピンポイントでこういう場所だったということで お伝えできたらなと、思っております。はい、というわけでね今回スピーチューブ始まります。最後までね皆さんよろしくお願いします。かなりの、田園風景なんですけど、まあ、その当時もかなりの、田んぼというかもうほぼ田んぼだったんじゃないのかなと、思えるような、感じですね。そのどんな事件だったのかという方も、おられるかもしれないですけど、戦後、引き上げのね復員兵とか路上生活者のためにできた構成施設ということで、その構成館なんですけど結構模範的なね、場所だったということでかなりね評価が良かったんですけど、実際のねその中身っていうのはとてつもなくひどい、状態だったと、いうことですよね。でそこでね毎日新聞の記者が潜入取材することによって、その中の実態が暴かれたと、いうことで、実際ねその箱の中を開けてみたら、76人、一説によれば72人の方が、亡くなっていたと、いうことなんですよね。もともとその岡田村の役場がね、あったという場所なんですけどね、おそらく、厚生館に、関係した、こともこの辺でね、聞いたのではないかと、思いますね。でももう本当に完全に跡形もなく、亡くなってますね。はい、村役場はなくなり現在では公園になっていた。先ほどのね場所からちょっとまっすぐ行ったところなんですけど、先に以前ね厚生館が、あったということでちょっとね進んでいこうかなと思います。はい、というわけでですね、ここがね現場に、なるんですけどね、今はもう完全にね、さら地になってるんですけど、まあ、すごい大きなね、砂というか土がね、ありますけど、以前はここにあったんですけど、今はね、この隣とかもかなり新しい、お家が建ってるということで、はい、で、この近くの山から。この厚生館の施設を見てたというね話があるんですけど、おそらく目の前にあるんですよね。新聞記者が偵察のために潜んだ森らしき場所とは、この辺、ね、昔はおそらく、山というか森がね多かったのかなと思うんですけど、まあ、あの辺とか特に、山だったのかなと、
いう感じで見えますね。はい、次はですね、その問題のね、厚生館の現場からのその山ですかね、遺棄された、山にこれから向かおうかなと、思います。一応ここになるんですけど、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。非常にね、道が分かりにくいんですけど、まずこの鳥居を、通ってもらって、でこの転がると、よいしょ、うわっ、あるぞ骨が。この祠の横ですね、右にちょっとちっちゃい道があるので、ただしね、完全に分かりやすい道かというとそうでもないんで、その Google マップでも正確な位置は出てるけど、あらまあ、木が倒れてる。そこには木に直撃した慰霊碑があったのだった。というわけで、まあ、一時的にね、木をね、横しに置くことができました。まさか、まあ、人為的ではないと思うんですけど、台風がね、過ぎ去った時なんで、おそらくここに、木がね、倒れてきたと思われるんですけど、なんもダイレクトに、ね、なってたね、ちょっとびっくりしましたけど。ここが岡田厚生館。の例と書いてますね。なんとか再び来ることができました、という感じで、今日はお送りさせていただきました。岡田、村役場から、厚生館で、その慰霊碑があった場所に、行ったのですけど、まあ、実際こういうことだったと、いうことです。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。